ナニエレベルでは、イタリアナポリ出身のサッカー選手、スペツヤカルチョ所属。ポジションは FW。ナポリ出身で、2010年に、エースローマのユースチームに加入した。2014から15シーズンには、UEFA ユースリーグに出場し、チームのベスト4に貢献した。2015年1月17日、セリエ A19 節パレルモ戦で、トップチームデビュー。 2015年2月8日のセリエ A22 節、カリアリ戦でトップチーム初先発を果たすと、にアシストを記録しチームの勝利に貢献した。2015年7月9日、セリエ A に昇格したフロジノーネにレンタル移籍した。1年間のレンタルの予定だったが、予定を半年早めて、フロジノーネを退団すると、2016年1月8日に、 セリエ B のペスカーラにレンタル移籍した。2016から17シーズンはセリエ B のアベリーノにレンタル移籍した。2017年7月7日、セリエ A に昇格したエラスベローナ FC に買取オプション付きのレンタルで移籍した。2018年8月8日、レアル・バラドリードに買取オプション付きのレンタルで移籍。2019年7月18日、 エクアテネ FC と2022年までの契約を締結した。2020年9月26日、セリエ A に初昇格したスペツヤカルチョにレンタルで加入した。ありがとうございます。